こんにちは。新興宗教ヤルミナ教教祖である僕は、神様へのお供え物って何がいいんだろうと聖書をおかずにしつつ考えていました。そんなある日、僕がすき家で牛丼食って帰るとポケットに何かが入っていました。それは牛丼とセットで頼んだ漬物でした。そして僕はこの漬物を見た瞬間こう思いました。そうだ、この漬物と僕の信仰心を一緒にお供えしよう。おしんこですー。はい、ということで今回は凄惨ないじめを受けた少女の復讐劇が描かれた漫画、精神障害者とその家族の生々しい生活を描いた漫画、あの大物 YouTuber にそっくりすぎる主人公が話題のクズ漫画といった暗い漫画を4作品ほどご紹介しているす。復讐教室。復讐教室は2013年から金目龍先生によって描かれた学園漫画です。物語は主人公の中学3年生の少女藤沢綾菜が、自分はクラスメイトから凄惨ないじめを受けていると告白する場面から始まります。ちなみに僕も同じ頃いじめを受けてたんですけど、僕の場合は縁故詰められる、学級委員長の代わりに懲役入るという一般常識の範囲内だったので助かりました。綾菜はクラスメイトから太ももに画鋲を刺されたり、タバコを体に押し付けられたりと、毎日いじめを受けるうちに抵抗する気力も失っていき、おとなしくしていればすぐにいじめは終わると考えるようになるのです。ある日何者かによって道路に押し出され、走行中の車に轢かれて大怪我を負ってしまいます。なお僕の考察では、おそらく犯人は矢沢で、凶器は日産車ですね。なんでかっていうと、日産はやっちゃうからです。はい、交通事故の後病院で入院生活を送ることになった綾菜は、押した人間は自分のクラスメイトの誰かであると考えつつ、自身の命の危機を覚えたことを理由に、死ぬ前にクラスメイト全員に復讐してやると決意しました。またそんな彼女の復讐のやり方は、練りに練った自身の計画を遂行してクラスメイトを少しずつ社会的に排除していくというもので、その練り方は、会社クビになって平日やることないお父さんの手骨ハンバーグくらいの単性具の米っぷりでした。復讐の例を挙げると、学校一の不良をそそのかせてボコボコにさせる、精神崩壊させる、体の一部を欠損させる、命を絶つなど、想像を絶する結果が待ち受けています。また綾菜は他のクラスメイトたちをそそのかして復讐に協力させるなど、利用できるものは何でも利用するという異常なまでの執念と狡猾さを持ち合わせています。また一説によると、木林麒麟というクラスメイトも利用しようとしてましたが、あいつは匂いがきつくて近づきたくないという理由でターゲットから外れています。ちなみにストーリーの終盤では、読者の多くがほぼ無害と思っていた人が、実はいじめの主導者は過去にといった予想外の展開が待ち構えています。そんな本作は、クラスメイトの人間関係や人間の醜悪な内面がリアルに描かれている点も見どころとなっています。子供を殺してくださいという親たち。子供を殺してくださいという親たちは、2017年に鈴木正和氏によって書かれた漫画で、物語は精神障害者の社会復帰を長年にわたって支援してきた押川剛先生の実体験をベースに進んでいきます。そんな本作には、押川先生と彼の後輩の2人が、統合失調症を患った男性の親から相談を受け、その男性の元に直接赴き自立するよう説得しに行く場面があります。しかしその男性は押川氏の前で全裸でバットを振り回す、危機迫る表情を向けて怒鳴り散らすといった気候に及びました。そして僕はこの全裸でバットを振り回すというセリフを聞いた時、ナチュラルに、ああ、チンチンをバットに例えたのねと思ってたら、普通にセリフのまんまの意味だったので、文化が違えば常識も違うもんだなーって思いましたね。さらにその男性は、過去に一人で自室にいる時に、これからは中国だ、中国なんだと唐突に叫ぶという近平にっこり発言や、飼い猫の命をバットで奪うといった行動をとっていたことが判明しています。また本作には、両親から愛を与えられないまま将来を期待されてきたという男性の闇の深い生い立ちや、精神障害者は親に愛されずに成長した被害者であるといった深いメッセージも描かれています。そして本作では、精神障害者は単なる恐怖の存在ではないことや、親になることの責任などを読み解くことができる作品となっています。まあ普段僕もお金がなくなるたびにお母さんに対し、お小遣いを与えるのが親の義務って言って、よく夜ご飯ボイコットしてるんで、いろいろと感じるところがありますね。ちなみに他の場面では、押川氏に相談を持ちかけた男性の親が、自身の
子供の世話を押川氏に丸投げして行方をくらます様子なども描かれており、世の中には子供との関わりを簡単に断ってしまう親もいるという非常な現実の一面も見ることができます。これには我が子を谷に突き落とすさすがのライオンもドン引きしましたとコメントしています。善悪のクズ。善悪のクズは2014年に渡辺大輔先生によって書かれた作品です。本作では主人公のカモノメタケシ、通称カモと、格闘技に精通している島田虎信、通称トラの二人が復讐心を抱えて相談しに来た人の代わりに復讐を代行する様子がオムニバス形式で描かれます。ここでトラが格闘技に精通ということはおそらく弱調で精通した僕へのオマージュが含まれているんだと思いますけど、なお復讐の対象者となる人物は決まって、同級生を自害に追い込んだ男子生徒と、それを黙認した教師、無抵抗の愛玩動物を蹴りまくって行かせたチンピラなど、恨んでも恨みきれないクズとなっています。また復讐の対象者を定めると、カモとトラは独自の方法でクズたちを見つけ出し、火炎放射器で両目を焼き、耳の奥の器官と声帯を切断する、シンプルにフルボッコにするなどといった恐ろしい拷問を行い、時には処刑してしまうこともあります。なおこれらの拷問は僕が通ってる SM クラブの有料オプションと酷似していることから、多分オマージュ、また女性を強逼した挙句命を奪ったクズ男に対しては全裸にしてから器具で固定し、焼けた鉄の棒を男の肛門にねじ込むといった拷問を行っていて、この時カモが発したセリフ、もう二度とうんこできないねという名言も生まれています。そしてこのカモのセリフは我々ホモ界隈にとってもケツ穴関連の密接な問題と言えるでしょう。ちなみに本作で見られるクズと彼らの行動の元ネタは過去に実際に起きた事件が元ネタになっているものも多くあります。ちなみに本作の主人公であるカモの顔が大物 YouTuber シャムさんに似ている点が一部の読者の間で話題になり、その話を知った作者がシャムさんを紹介するサイトを好奇心で閲覧し、後に自身の Twitter アカウントで実に興味深かったとツイートしていたりもします。嘆きの天使。嘆きの天使はに山田花子先生によって描かれた短編集で、主人公は小さな子供や学生、大人などストーリーによって変化します。しかし彼らは嫌なことを拒むことができない、言いたいことが言えない、考えすぎてしまうといった生きにくさを共通して抱えていて、さらに同級生や知り合いの男性をはじめとした周囲の人間に理不尽な目に遭わされてしまい、読者の心をえぐります。その辛さは大学デビューで服を一新したにもかかわらず、初日に服だったと言われ、いやー今日洗濯してて2軍の服しかなかったわーと答えてしまった日の8000倍です。また主人公として登場する一人の女性は、自身の恋人と外で過ごしている時に恋人にジュースを買ってもらったことや、自身の歩くスピードの遅さなどを必要以上に気にしていました。それに加えてこの女性は、そんな細かいことを気にしているのが分かったら嫌われるかしら、なんてことを気にしてることが分かったら嫌われるかしら、なんて思っているのが分かったらと思考をループさせており、彼女の生きにくさがひしひしと伝わっていきます。これは AV 見てる最中、これは仕事でやってるんだな、すべて演技、こんなシチュエーションありえないと考えてしまった結果、逆に興奮する現象に酷似してるかもしれないよね。そんな本作は一度読むと忘れられない漫画、内容は重いけど好きなどと評価されており、作品内に登場する時間はどんな憎しみも悲しみもだんだんと和らげてしまう、人間は嬉しい時に泣くのが本当だったんだといったセリフも注目されています。なおこういった癖のあるキャラクターが主人公になった理由は、作者自身がキャラクターと同様生きにくさを抱えていたことが関係しているとのことです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てうんこできないねに過敏に反応してしまったコーラック4日目主婦は、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録とツイッターの方、はい、賢者タイムなんですけれども、なんかですね、適当に YouTube の動画をなんかバーって見てたら、なんかムキャについてみたいな動画を発見してですね、それ見てたら、あー、ムキャだなーって思ったんですよね。で、ムキャって何かっていうと、その陽キャでも陰キャでもないムみたいな感じでですね、陽キャはいいとして、まあ、陰キャは結構、まあ、なんていうんですか、オタク趣味に走ったりとか、まあ、陰キャは陰キャで、陰の方になんか、まあ、ちょっとエネルギーを、なんか注ぎ込んだりっていうなんか活動があったりするんですけど、まあ、無キャはそれすらがないというか、まあ、自分がない、まあ、中身が全くない人間みたいな感じで、まあ、人からなんか意見を求められても、適当な表面的な
答えしか返せないから、自分の考えみたいなのをしっかり話すことができないとか、まあ趣味がないとか、自分がやりたい活動みたいなものがないから、まあそういったコミュニティに、まあ、陽キャは陽キャで、なんかクラブで遊び行ってみんなで楽しんだりとか、まあ陰キャは陰キャで、まあアニメの話で盛り上がったりとか、そういうなんか陰なら陰なりのコミュニティがあるけど、無キャにはまあそれがないみたいな。だから学校とか職場でも、まあ陽キャのグループにも属せず、陰キャのグループにも属せず、誰とでも当たり障りない、まあ関係性だけど誰とも仲良くないみたいなっていう話を聞いて、あのもう心にもでっけえ槍がぐっさーって刺さったんですよね。いや本当その通りだと思う。ちょっと僕動画最後まで見れなかったですね。ちょっと確信疲れすぎて。そうですね。まあ今でこそまあ言うてちょっと YouTube でなんかいろんな人に見てもらえてっていうのがあるから、まあまだだいぶいいんですけど、そのまあ YouTube の底辺時代とかって YouTube 始める前とかにあの動画見てたら多分もう言ってたなっていうぐらいのちょっとまさにすぎて、いやーでやっぱ無キャって本当なんか虚無で、虚無って本当に虚しいものでですね、やっぱ何事にも興味が持てないみたいな時期とかも結構あったりしたんで、そうですね、まあそんな感じで、まあ無キャの気持ちはその痛いほど分かるんですけど、まあそれでも今はまあ割となんかいろんなことで興味持っていろいろできてるような気がするんでですね、まあ無キャもですね、時間の経過だったり、まあ状況や環境の変化によってですね、結構改善していくっていうことだと思うんでですね、逆に言うと無キャだったけど、その後なんかいろいろ興味持てるようになったっていうことになると、逆にその何て言うんですかね、そのこの興味持てた状態のありがたみみたいなのをより深く感じることができるんで、まあ今の時点では無キャかもしれないけど、まあ、無キャの期間を過ごすことによってその後より幸福になれるっていう、そういった逆になんか持ってるような状態だと思うんですね。はい、ということで希望を持て共に生きよう、ヤックルに乗って、はい、さよなら。